はい、どうもお疲れ様でございます。いつも FX オリガルヒをご利用いただきましてありがとうございます。で、本日はですね、最後の1週間これからの展望をお話したいと思います。最後なんでね、ちょっと1年を振り返ってっていうところも込みでいこうかと思います。今ご覧いただいているのがマンスリー月足なんですよね。今まで何回も見てきた月足なんですけども、こうして今年最後の解説となるとね、月足もなんとなく愛おしいなって気がします。で、信じられますかね、この1本が1ヶ月ですから、1年ほど前ってこの辺にいたんですよ。価格にして115円もいってない時ですよ。で、そっからロシアのウクライナ侵攻っていうのが契機になりまして、ズバーンと値を上げて152円あたりで頭を打ってですね、そっから急激に下落に向かって今136円前後に至るわけなんですよ。つまり半値戻しがここで達成してるわけなんですよね。ロシアのウクライナ侵攻が一つの有事でありファンダメンタルだとすると、材料で上がったと言ってもいいんですよ、これは。ですから長期は材料、そして時間軸が短くなればなるほどテクニカルが効きやすくなってきて、しまいにはランダムウォークといって、もうね、誤差の世界になってきます。で、私たちはその中で一番程よいデイリー4時間1時間、特に1時間ですよね。私はね、全てのバランスで1時間が最もテクニカルに適してるというふうに思って1時間を選んでるわけなんですけども、おそらくそのあたりに共感してくださる方がこの FX オリガルヒも学んでいってくださってると思うんですよね。いや、本当にね、テクニカルってすごいなと思いますよ。よくこういうテクニカルっていうね、いわゆる暗闇に対しての灯火を作ってくれたなと思います。もうこれ一本でお金の問題は全部解決なんで、他のことはほっといても、テクニカルだけをしっかりと学んで FX に挑めば、もうこれで、例えば50過ぎとかね、60過ぎ、もう体力的にも時間的にも、新しいビジネス取り組むのが難しくなった方には、FX が最も最短距離だと思いますよ。その分だけ、サボることなくね、やっぱ FX に投入する時間と意識を向けてほしいなと思うんですけども、この動画をご覧になってるってことは、多分ここまでなんとか乗り切ったということだと思いますんで、その部分はね、本当に称賛したいと思います。お疲れ様でした。で、これからの動きなんですけども、おそらくこの半値戻しが前年戻しに行くかどうかっていうところが2023年の大きなポイントになると思います。前年戻しに行くかどうか分かりません。それは当たり前ですよね。でも半値戻しがあったということは、今度ね、揺り戻しでこういうふうなことも考えられるというふうに思ってください。一つのシナリオとしてね、材料で上がってきて半値戻しがありました。そうすると半値戻しに対する半値戻しが始まって、こういうふうな形で収束する可能性があるんですよね。で、収束した後はまたブレイクなんですけども、ただ半値戻しがどこまで行くのかってことが分からないのが、この小肉らしいところなんですよ。例えばまだまだ進んでこの辺まで行くかもしれません。ね。3分の2値戻しとでも言いますか。そしてそれをまた半値戻しか3分の2値戻しか分かりませんけども、戻るんですよ。戻りながら、こういうふうな図を描いていくということも考えられますし、ここから戻してこういうふうに M を描くようにこのネックラインを越えてしまうこともあるでしょう。そうするとこれは下の方に向かうトレンドを描く可能性が非常に高いということになりますし、今度ね、こういうふうに行ってこういうふうに行った、こうなると今度はこちらを目指す可能性があります。ここをネックラインを越えて上の方に向かうからです。この判断とかシナリオって書けますかね。まずは自己解説といって、今まで起きたチャートの形からテクニカルを見抜いていくことが基礎になりますけども、今度は描けていない未来のテクニカルを書いていくというところに進んでいくと、テクニカルの力も勝利に向かってついてきたかなって考えられるんですよね。はい。で、値動きはまだ円高の方向、つまり下の方向に動くと私は考えると思います。120円台までは見てもいいんじゃないかなと思ってますよね。で、もっと言うとですね、私はですね、2023年、もしかしたら115円のあたりまで、つまり前年戻しまで行くんではないかなってことを踏んで長期のロングポジションを持ってます。以前長期のロングポジション、私は125円、130円、135円と積み上げていって、145円までのポジションを持ちました、長期でね。で、今は全て決済してます。莫大な利益が出ました。今度はセルの方に長期のポジションを移しました。
前半で得た利益で後半の利益を狙うということで、大きな往復便とは狙ったわけなんですけども、この力っていうのは1時間でつけていけばもう全ての時間軸に使えていきます。というよりも、大きな時間軸であればあるほどテクニカルっていうのは今度ね、通用しやすくなってくるんですよ。そのためにも1時間をしっかりと足場を固めてもらいたいと思います。うまくいくと1時間、そして1日、1週間、1ヶ月という複数のポジションを持ってそれぞれを利確することができますからね。はい、じゃあ次、習慣の足を見ていきましょう。月足の次は習慣足です。習慣になってくるとヘッド&ショルダーの形が見え隠れしてるの分かります？高値圏でこんな感じですね。で、上がっているとこです。この後の動きに注目ってことなんですよ。これが未来のテクニカルが見えるかどうかってことなんですよね。で、もしね、このチャートがぐーっと上がってここ抜けるようでしたら上昇トレンド継続です。そうではなくて、ここを超えずに、例えばこの辺りでもいいですから、こういうふうに下がっていくとなると、ヘッド&ショルダーの変化系ね、斜めのやつ、要するにネックラインが横じゃなくって、斜めになったヘッド&ショルダーも警戒しなくてはいけないってことになりますね。こういうふうに見ていくんですよ。じゃあ次はデイリーの方行きましょうか。だんだんテクニカルが効いてくるようになります。はい、ここは三角形を何度も何度もねお話しましたけども、ここに来てちょっとね、ここら辺が横ばいからちょっと上の方に向かってるなっていうふうに感じます。まあ、ですんで、デイリーの方で日々チェックして、この動きがね、これからの1週間、最後の1週間にどのようになっていくかによって、来年の取っかかりが変わってくるってことなんですよ。じゃあ4時間の方見ていきましょう。で、ぼちぼち今週の値動きについて話していこうと思います。今週の値動きはまずはね、大きく見てレンジが壊れたのがここに引けてるかなと思ったんですけども、下の方がね、まあ、この辺りですかね、これ仮にこういうふうに設定するってことになりますけども、まあ、やっぱり一旦この昔使った赤いライン使っていきましょうか。レンジが引きにくいんですけども今はね、まあでもこの辺りでとりあえずは取っておけばいいんじゃないですか。2円ほどの幅がありますんで、なんとも大雑把なレンジになりますけども。で、もうちょっとシャープに見て1時間です。1時間の方ですと、まあ大きな材料があって戻ってきたわけなんですけども、5円ほどの動きがズバーンとあって、その後で大きく戻して、またそこを戻してってことになります。で、この動きがちょっとだけ戻ってきてるのは、この N 字のところとね、こう相関するわけなんですよね、この N 字のところと。まあ、ですんで、ここっていうのはこれからここに戻るほどまで大きく突き上げるか、もしくは下の方に動くかによって、実はね、こっちのフェーズとこっちのフェーズに分けることができるんですよ。まあ、ですんで、19日から始まる週の前半では、一体どっちのエリアで最後のテクニカルは使っていけばいいのかってことを見抜くところから始まってきます。これが今日の結論ですね。はい、長くなりましたけども以上でございます。それでは改めてね、明日の朝また相場解説やっていこうと思いますけども、場合によってはちょっとね、午前中はちょっと遅めの相場解説になるかもしれないですね。ちょっと今のところ分かりません。ただ明日の朝お知らせしたかったことっていうのは、まあ、今こうやってお話したことと重なってますんで、先回りしてね、今日のこの動画を見ていただければ早めに、心づもりできるんじゃないかなと思います。繰り返しますけども、19日から始まる週はこちらの方で、まあ、動くのか、こちらの方で動くのかっていうところをまず見極めるところからスタートしていきます。だからここの動きはね、注目ですよね。この動きがはっきり分かるまでは何とも言いません。プラスこれ以外のことも考えられますんで、そうなった時には当日対処することになります。じゃあお疲れ様でした。またお会いしましょう。失礼します。